試合開始から全く動かず笑顔でカウントダウン。リオに向かって吉田沙保里が出発。金メダルを取る3つの秘訣について彼女はこう答えた。体調を崩さない、暇あれば練習、相手を生かしておく。天下取りましょうか。かわいいわ。拳で言わせる。吉田沙保里握手会から半年が経った。キノコ派に勝ち目がなくなった。吉田沙保里の幼少期、ドアに貼る NHK を追い返すためのシールが大好評。あら、まだ軽く投げただけよ。不法侵入を察知。ガールフレンドかっこかり。 ZIP の新コーナー沙保里キッチンがオープニングから放送事故。